監督、アンフィールドでの最後の言葉。クロップ監督はラストゲームの後君たちみんなのこと、雰囲気、試合、この家族の一員でいられたこと、この日を祝えることにとても満足しているとコメント。さらに、後任として就任することが決定的とされるアルネスロット監督の名前を歌い、私を歓迎した時のように新しい監督を歓迎してほしい。初日から全力で行ってほしい。みんなのことが大好きだ、ありがとう。君たちは世界最高のチームだ、ありがとうと続けた。あかん、泣けてきた。クロップありがとう。クロップがここまで言ってるのだからスロットも信じて応援するのに。ちゃんと信じて応援しないと、下手するとマンユーみたいに没落する。スロットのことを疑ってたけどもう信じるしかなくなった。本当にクロップには最後の最後まで感服させられた。クロップは口軽スロットの評判悪くて、ファンから色々言われてるの知ってたな。この辺の気遣いができるから出場機会の少ない控え選手にも求心力があったんだろう。英語よくわからなかったけど、セレモニー見てたら急に歌い出して何かと思ったわ。自分の退任の時にこうやって後任を盛り上げるなんてやっぱり人格者だよな。本当に最高の監督だったよ。寂しくなるけど、どうかお元気で。SSG はやっぱりすごいわ、最高の演出だった。あのパーカーも受けた。あのパーカーを販売してくれ、絶対買うわ。こうやって後任への気遣いもできるところがかっこいいけど、一方で後任は責任重大だよな。クロップにこう言われたらスロットも応援するしかないな。本当に最高の監督だよ。ありがとう。また帰ってきてくれな。